それメイン携帯じゃないからロック一回入れなくてもいいんだけどね。うん、まあいいよ。いいよ、外しちゃって。はいよ。だったら。とりあえず出るよ。あ、また飲み物だけこれ。私もこれだっけ。うん。ポプが吠えないっていう、こんな寂しさ。でもあれ、なんか思った以上にキャンドゥ品揃え悪かった狭いし、もうあそこなんか、ね、だんだんイライラしてきてた。綺麗な色の系統を見つけたからそれだけが良かった。あとこのなんか鳥のインコの袋、うん、わあ超綺麗。青山これ変わんないね。ここはでもなんか、まあ、嬉しくなるね、うん、使えるところは使ってみたいな。そこの公園も犬入れるのかね。入れると思うよ。鶴見公園だっけ。鶴間公園か。1時間無料だからありだね。確かに買い物しないで。うん、いや全然それでいいと思う。買い物すると確実に時間なくなるから。なんか下をさテコテコ歩いてちょっとこっち側の公園までさ足運んでさ、もう30分だよね。行きは相模行くけど、ポプの大好きなおむつ2つ持ってるな。もしあれだったらせこいけど出て入ってる、入ればいいじゃん。ここでしょ、うん、ああそれ私それでいいと思うけど。やっぱ入りますね。だって私が外で待ってりゃいいだけだし。よくね、それでも。大変。筋か。近くていい場所あるよな、ここ。うん。なるほど、ここ出るわけ。ちょっと出口が変わってるだけだね。そうだね。ここは新しい施設だね。そうそうそう。ちょっと不思議な感覚だよね、ここだけ。なんか裏口みたいね。よいしょ、こういう注意。あ、はい、あなるほどね。ここにですね。乗ってるけど。でも左オンリーなの。右も行けるの？右も行こうと思えば行けるか。でもどうなんだろうね。まあ左からも行けるから行ける。うん。左神社は行きやすいし。うん。出るときは多分左の方がいいと思う。入るときはやっぱ遠回りの方がいいと思う。ここ、うん、それな、うん、左行くときめんどくさいんだよ。国道に遠目になっちゃう。ここの運転しっぱなしのときよく分かんなかったけどさ、うん、もう分かるようになってきちゃった。あ、遠目あそこねとかさ、分かるから。この公園もっとしっかりやってしっかり見てもしっかり連れて入ってる人。ここの後ろにさすげえスヌーピーいっぱいいんだよ。そこ写真撮りてるんだよ。あ、いや普通に連れてってんじゃん。ここ歩かせてえな。ここ来たいな、ちょっとポプ連れて。あ、すごいね。川がすごい。かなり綺麗。ドッグランみたいなのもあったし、確かこれ貯水所でしょ。うん、良きだよこれ。うん、熱っ。逆向きね、回転させるようにいいんだよ。うん、90度。6S はできるかも。これ綺麗だよね。5S だとできないんだよね。いやー、マジ良かった。嬉しい、これ。
本当よかった。マジ残ってくれて。去年さ、これサイト、オンラインサイトで見て、夏用にいいなと思って悩んでたんだけど、でもなんかユニクロのエアリズム買ってたから、これでいいかとか思ったけど、やっぱりモンベルの欲しくなっちゃって、アウトレットで安いの見てたから、何回か、ずっと悩んで、4回目にしてようやく買うことを決意。なんか落ちてる。ゴルフドゥって書いてあるの、何あれ、キャンドゥのね。なんかさ、あ、吠えられると思ったけど、あ、いねえんだったみたいな。いや、癖でさ、さって閉めちゃったけどさ、吠えられ